おはようございます。今回はですね、おめでたい、誠におめでたいニュースが飛び込んでまいりました。それはですね、小泉進次郎さんね、自民党の小泉進次郎さんと滝川クリステルさんっていう方がね、ご結婚されたそうなんですよ。しかももうね、解任されているというね、5ヶ月だそうでございますね。いや、本当におめでとうございます。確か小泉進次郎さんがまだ40にならないご年齢、38区ですよね。で、滝川クリステルさんがちょっと年上の41歳ぐらいだったかなと思うんですけども、まあ何にしてもね、まあアラフォー世代、ロスジェネ世代の中でこうやってご縁があるっていうのは、最近ね、聞かなかったというよりも、政治家の方で結婚したからって言って報道されるのってちょっと珍しいなと思うんですよ。ここにですね、陰謀を感じるわけですよね。小泉進次郎さんが家庭を持つことによって、何がしかのね、これは圧力がかかってるんじゃないかなと。邪推するわけなんですよね。しかもこのお二人の結婚を祝うというのはもう祝いでいいんですけど、結婚自体は。でもですね、これが自民党おめでとうみたいな流れになってくるのは果たしてどうなのかなとね。いいんでしょうかみたいな。自民党は選挙の前に消費税 10% にしますよと言って強気の姿勢でね、もういわゆる、いや、野党をね、舐めてるわけですよ。国民を舐めてるわけですよ。消費税 10% してほしいですか？きついですよ。消費税 10% になった上にインボイン制ってのも導入されてですね、小規模事業者も消費税を納めなければかなり不利な状況になるということなんですよね。これまたね、なかなかね、消費税 10% とかインボイン制とかなかなかね、多くの方が気づいてないってことだと思うんですけども、私もね、企業会計をする中で、ね、年商が1000万円以下の会社をいっぱい作った方が、年商が1億円の会社が1個あるよりも有利だってことはよくね、知ってるんですよ。うん。これ本当なんですよ。だって、年商1000万円以下だったら、消費税を預かってもそれを払わなくていいんで、益税と言いまして、儲かっちゃうんですよね。税制があることによって儲かる仕組みができるんですよ。うん。で、それがインボイン制が始まると、なかなかね、益税っていうのができなくなってくるんですよね。じゃあそうなった時にどういうふうに、まあ作戦を練るかっていうと、投資なんですよ。投資家っていうのは、お取引先様に何か商品を売るわけじゃないんで、インボイン制とかあんまり関係ないんですよね。うん、これインボイン制の意味が分かんなかったら、私の動画、他のインボイン制の動画ありますので見ていただきたいんですけども。で、しかも税率は、おおむね 20% で抑えられてるんで、投資家として生きるとですね、払いがほとんどないんですよ。で、ここにね、なんか税制の闇を感じるんですけども、所得の高い人って、すべからく投資家なんですよ。すべからく。で、こういった方からは、あんまり税金を集めずに、一生懸命労働して、一生懸命汗かいて、上司と戦って、ブラック労働しながら、休日出勤しながら、やっとの思いで得た給料、10万とか15万っていう方からは、分取るみたいなのがね、現在の税制なんですよね。というふうに、まあ、こうやってね、ご結婚っていうニュースとか、自民党っていう関連とか、税制っていうものにフォーカスしても、ネタっていうのは、いかようにも作れるんですよね。で、事実を述べるのも一つのネタ。事実から拡大解釈して、いろんなことを持論を展開するのもネタ。で、自分の持論が間違えていたら、すいませんでした。私、考え違いをしておりました。実はこういうことだったんですね。というふうに、新しいね、コンテンツを上塗りしていくってこともできるんですよね。人は誰しも間違いますから、間違いを恐れる必要はありません。意図的に、まあ、本当のことが分かっているのに、事実を湾曲して悪意を持って伝えるのはちょっと問題があると思いますけども、実際自分がそう思ったことを話すのは何の罪もないんですよ。まあ、ですんで、ある特定の暗号通貨が値上がりすると思えば、自分の妄想であっても喋るのはこれ自由です。でも、ここで、確実に暴落することが分かっているのに、値上がりするぞって思わせるのは、これちょっと問題ですよね。でもこのね、証明ってのはなかなか難しいんですよ。まあ、ですんで結局ね、何を言っても大丈夫ということですよ。言った責任があるじゃないかって言いますけども、言った責任を取るためには、訂正というものがありますんでね、これ開けなるわけではなくて、誰しも自分の言動とか行動とか思考には間違いがつきものなんですよ。で、100% 裏付けを取らないと、それを表現してはならないってことになると、誰も、無言なんですよ。みんな無言で生きるしかなくなっちゃいます。ね。それこそ天気予報すらできなくなっちゃいますよ。皆さんいかがですかね？天気予報が外れた時は文句言うけども、当たった時は何とも言わないですよね。なんかね、自分の都合のいいように情報を扱って、
で、結局自分の人生が都合悪くなっちゃってるんだとしたら、自分の解釈が全ては問題なんですよね。いろんな情報の中で、例えばね、ネットの情報は嘘ばっかり言ってる人は、ネットの検索の結果、嘘ばっかりを見に行ってるんですよ。でも私はインターネットの情報をものすごく信用してますし、ものすごく当てにしてます。それはですね、検索した結果がいいものばっかりしかもう私見えてないんですよね。で、悪いものが見えたとしても、あ、なるほど、これはこういうふうに書いてあるけども、私の解釈ではこうだよねって、360度違うよね。いやいや、180度か。180度違うよねっていうふうに、その情報によって自分の見えてるものが別に転換できるんだったら、何を見ても正しさを導き出せるんですよね。自分の人生に対して正しさを導き出せるんですよ。そういうふうなのが受信力だと思います。この受信力の捉え方、皆さんいかがお感じでしょうか。それでは今回はね、以上でございます。